我々にはね、パーパスというものがありまして、働く人々を幸せにという言葉です。実際にですね、この言葉が生まれたことによって、会社が成長していったなと思いますね。オフィスをデザインすることによって、企業をブランディングして、そこで働いている人たちがハッピーになる。こういった目的に出会えたことがですね、まあ、我々としての幸せだったかなと思いますが、実際どういう状態なのかっていうのは、このアンビションという言葉に置き換えてございます。人と人とがこううまく隣り合うことでですね、やはりこう刺激を受けて成長していく。で、その結果、企業が成長していくということが、BIS の事業の目的となっております。コロナが来たこともあったり、あと働き方改革といったものが促進されていることによってもですね、オフィスをデザインするという時代から、働くというそのものがデザインする必要がある時代になったなというふうに感じております。まあ、こういった中でですね、20年前からオフィスデザイン事業で企業ブランディングをしてきた BIS が、さらにですね、ポートフォリオを拡張させながら働くをデザインする、いわゆるワークデザインというようなものが、こういった形になりますね。で、このワークデザインフローに関しては、一社のオフィスというものを捉えたときに、継続的に価値提供していこうというような概念の図になります。プログラミングという部分がいわゆるコンサルの部分でして、デザインをする前の部分の RFP だとかですね、コンセプト策定、あとは実際に現状を把握しながら、どういうアクションがいいのかみたいなところをサポートさせていただいているようなところですね。あとは、いかに新しい考え方、価値観、働き方っていうのを浸透させていくかみたいな、チェンジマネジメントの部分も対応させていただいております。で、実際デザインをして、クリエイトして、アップデートしていくという、このぐる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 サイクルを回していくということが、我々の働くをデザインする、いわゆるワークデザインの提供という形になります。組織を作っていくという話の部分ですが、このパーパス、アンビションが我々にはあります。自分が何のために働いているのかということが、社員一人一人が理解している、または自分の生き方、仕事の人生として納得しているということが、企業成長には欠かせないんじゃないかなという。で、もう一つ、そのバリューズというものがありまして、いわゆる行動指針のようなものですね、価値観なんですけれども、誰より前を走ろう、これからの働くをリードし続けるパイオニア、一人一人が主役になって頑張ろうということですね。あと、共に高め合おう。お客さんとも社員同士もお互いシナジーをちゃんと持つ働き方しようよ。あと、得意を増やそうというところで、マーケットにおいては、できることが多い人が、やはり価値が高いんじゃないかなということで、もちろん深めていくことも大事ですけれども、その深めていく得意っていうのを増やしていこうねということで、スキルアップを促しているようなところですね。あとは常に新しくいようということで、とにかく学び続けましょうということ。で、全ては各寄り添って、自分以外の For You の精神で組織を作っていくというようなことを心がけてやっております。実はですね、先ほどのパーパスからアンビション、このバリューズまでですね、毎朝、昭和しております。毎日毎日こういったことに振り返りをし、それを自分の考えと何かを結びつけながら生きていくということで、仕事の価値観が高まっていったりだとか、いわゆる人生においての思考が拡張していったりとかですね、そういったことが人の成長なんじゃないかなというふうに感じております。社内環境整備ということで、健康経営優良法人、こちらも3年連続で認定されました。で、いわゆるワークライフバランスなんですけれども、この長期休暇取得ということで、ボヤージュという制度があります。ビスならではのものなんですけれども、土日から次の土日まで1週間以上ですね、まるまる休みを取って、どっか旅行にでも行こうよみたいな意味でボヤージュというふうに名付けておりますが、最近はですね、よく寝ろって言ってますね。やはりこう人間っていうのは幸福である必要があって、その幸福の物質っていうのが3種類大きくあると。ということを勉強しております。一つにセロトニンという、いわゆる睡眠をしっかりとって体が健康であるとかですね。他にはオキシトシンっていうのとドーパミンというのがあって、オキシトシンは愛の報復ですね。いわゆる人とのつながりとか、赤ちゃんを見た時に癒されるとかですね。あとは何か達成のことに関してはドーパミンが出るんですけれども、健康でなければ、その喜びが最大限感じられなかったりしますので、しっかりとそのウェルビーイングというかですね、健康な状態を一人一人が管理していくと。ということも企業成長には欠かせないんじゃないかなというふうに感じております。こういった理念の教育をしながら、オンボーディングというものに非常に力を入れておりまして、入社してから人が定着するまで結構な時間がかかると思うんですよね。テクニカルな部分を教えることも大事なんですけども、やはり価値観の部分ですね。ここをしっかりと根付かせていく。それによって高い意識の人材を育てていくということを、ビスでは取り組んでおります。まずね、このジェムボーディングっていうのが、ジェムっていうのは原石。
って意味なんですけども、新卒の1年目が刺されるんですけど、毎朝ですね、役員とですね、新入社員が30分、ワンオンワンしたりだとか、壁打ちできるようなミーティングを設けております。まあ、こんな会社も日本にないのかなと思いますが、ビスの若手社員はですね、こういったことを1年間通してやっていくので、高いビジネスマインドを持っているというふうに理解しております。